日本の株が好調です。日経平均株価が昨日1年8ヶ月ぶりに3万円台を回復しました。景気のバロメーターとされる株価ですが、現在の株高はどうやら景気とは関係のないところで動いているようです。私は素人考えだけど4万円ぐらいは行くべきだと思ってる。日経平均はね、私そういう時代は来ると思ってるよ。投資歴60年、静岡市在住の投資家久保田正史さん。今後さらに株価が上がるのではないかと予想していますが、注目しているのは外国人の投資家の動きです。日本人が買ったって株ばっかじゃね、株は上がらないだよね。やっぱり外人のね、大きな力が入ってこないとね、上がらないよね。1年8ヶ月ぶりに3万円台を回復した日経平均株価。株価が上昇した理由についていろいろな分析がありますが、大きな影響を与えていると見られているのが外国人の投資家です。アメリカの金融不安やロシアのウクライナ侵攻で、海外の投資家は消去法で日本株を選んでいる模様です。株式市場の盛り上がりを受けて、静岡市の証券会社では昨日午前から顧客からの問い合わせが増えています。マーケットがこう大きく変化する、まあ、これは上げる時だけではないんですけれども、下げの時もそうなんですけれども、マーケットが動く時には比較的お客様の連絡が多くなりますね。株価が上がったことで売って利益を得たい人の気持ちは容易に想像できますが、投資家たちの買いも増えているようです。株が上がることによってですね、まあ、先高期待というか、まあ、そういったことから買いを入れていただいているというお客さんも増えていると。専門家は今回の日経平均の回復は実体経済との乖離があると指摘します。久しぶりの3万円台ということで、明るい笑いではあるとは思いますが、本当にこう実態を伴っているのかというところになるとですね、まだまだちょっとこう疑問があるといいますか、こう確固たる自信を持ってこれいいよねという感じではないかなと思います。今の株価の上昇とその、国民県民がこう感じているその景気の温度というのはこうちょっとこう乖離があるのかなというところは感じます。物価の上昇はまだまだ続く見通しですが、インフレに強い資産とされる株は今後も注目されそうです。はい、そしてこちらは日経平均株価の推移を表したグラフです。3ヶ月ごとに大きく上下しています。専門家は海外経済の先行きは不透明で、一本調子の上昇は考えにくく、欧米や中国の景気減速によって今後日本の株価が下落する可能性も指摘しています。投資はチャンスとリスクが背中合わせのため、しっかり見極めていくことが求められます。